あ、ごめんね、うん、あ、どうもお疲れ様でした、工藤さん。ハッシーお疲れ様でした。ありがとうございます。おかげさまで、ありがとう、大成功です、大成功。ハッシー元気やね、よく笑って笑わないで泣けよ。泣く時もすごいのかな、わかんないけど、ただね、うわーって泣くのかな。あのか、これ過去僕結構あの抜かれましたから、その時はもう号泣しましたよ。ハッシー知ってた、ハッシー知ってた、みんなハッシーなのかな、はい、何ハッシー、ハッシー、ハッシーです。みんな、はい、ありがとうございます。本当にみんな遠くまで来てくれるんですよ。この間なんかね、茨城のお話し会まで来てくださった。そもそもどこにいらっしゃる。でも住まいは松戸なんですけど。松戸。白川まで花里さんのところ行ってきました。あ、そうね、花里さんご存知ですよね。そうね、もう工藤さんの、いや、もう僕が、地震の時、地震の時に知ってたんですか。え、花里さんと、うん、あら、2011年だから、2011年に知っていた、ということは13年4年ぐらいだ。そう、全然塩の、全然塩関係ない。え、塩関係なく知ってたんですか。そうですよ、僕はそこであるホテルの社長やったんですよ。はいはい、もう、うん、人生もういいやと思って、うん、福島に行ったら、あら、地震が起きたんですよ。あら、だから多くの人から、お前が来たから地震が来たとかって言われて、うん、こともありましたけど、今度6月に福島行くんですよ、南相馬。ああ、なんで。え、セミナーで、うん、なんで。あの、ほら、奇跡のお寺、ああ知りません。南相馬の奇跡のお寺、はい、ここのツアーで、あの、企画したんですよ、ここ。知ってます、ここだけなぜか津波が避けちゃう。奇跡の、うん？福で宝くじ100万円当たりました。うわー、当たったん。当たった。すごくない？100万円当たった人はそれからも宝くじ買う？買う。いくら買った？100万円当たった。いや、1000円。今まで。今まで1000円。100万円返ってきたけど、うん、その前にどのぐらい買ってた。あ、急に買って100万当たった。あれ、ジャンボだけ30枚ぐらいずつ買ってたんだけど、うん、ジャンボだけ1万円とか2万円とかは当たってて、3万円とか。へえ、すごいね。じゃあ今までの投資と回収はほぼ済んでます。利益が出てるんだ、すごいね。宝くじでなるわけないや、普通ね。あれ10%とかに10%だよね、なんかね、うん、だってね、宝くじの仕組みも石屋だから。そうみたいですね。儲からないなってる、うん、でも私競馬で 100円を買ったんですよ、すぐに、うん、そしたら19万円当たったことあって。ああ、すごいね。それからは行ってないです。あ、じゃあ黒字のままだ。この人も黒字のままで。試しに行った、初めて行って、好きな数字があったの。あ、で、工藤さんの話戻りますけど、花里さんと何で、そのホテルで知り合ったんですか？なんで知ったかわからないけど、僕は、そのホテルの再建をやってたから、はい。わかった。再建してうまくいってから、はいはい、今度はホテルの利益で、はい、僕はあの地域の空いていた蔵があって、うん、そこでワインバー的なことやったんだよね。へえ、ビールバーっていうか、あ、かっこいい。クラフトビール、ドイツから30リットルも、あの30リットルの、あの生ビールを、うん、空輸便で取り寄せて、うん、それを出してた、うん、まあ、半分は僕が飲んでたけどね。でもそのビールが飲みたいためにやったようなもんなの、うん、だからそういうのをやって、その時に店に来たんじゃないか。そのお店、ああ、ある時にハナリンとたった2人で
2時間か3時間その店に行ったことある。へえ。いや僕はそこの経営者として、あかなりお客さんとして、あ向こうも時間があったでしょう。僕は誰もお客さん来ないから暇だったんでしょう。あでは話すよね。話すね。2人で話す、あの話しかないな。へえ。じゃあその後、じゃあそのあのお塩を扱うことになって花林さんに。いやそれは全然その頃は13年前でしょ、はい、今から、うん、僕塩始めたのが8年か9年前だから、はい、だから全然花林さんと塩関係ないし。へえ。まあ僕が塩やってから、うん、あの名古屋のね、あの何でしたっけ、何ですか、あの彼女、美香さんだってずっとあの働いてたって言ってましたよ。美香さんは、うん、Facebook でつながっていっただけだった。え？確か。それが、うん、なんかいろいろ彼女から相談を受けて、はい、それで彼女と家族がで息子2人連れて、大阪から愛知県の方に、うん、あの引っ越してきて、はい、それでその引っ越しその時のマンションだとか用意してそこに住んでもらってて、そのうち僕の仕事手伝ってもらって、そうそうそう言って、うん、なんかそしてすごく才能があるから、うん、新公園作る時のあれは後半の過程だった、前半と後半の過程の後半の仕事をしてもらったの。なんかあの塩を入れてそれを手でこうやって混ぜてたって、はい、でその時にクラシック音楽をかけてたって。そうですね。ね、僕はバッハの無伴奏曲をかけるのを基本にしてたんですよ。で塩にこうね音をすり込むって、うん、癒しのものでそういうことをやってました、ね、だからその聞いた時にはあのほら混ぜる人の手の波動が映るから誰もにやらせないっていう風に、まあ、それはやっぱりあのいい波動を持ってる人にやってるんだよね。うん、そうだったんですね。あん？何何？え？そろそろいいかな。え、何の話？あ、これ？あ、オッケー、オッケー。じゃあ、あの工藤さんの雑談はこの辺でね、あの終わりにしたいと思います。ありがとうございました。